俺の名前は鈴木健二、26歳。後輩の我がまさんに告白されたのだが、ごめん、俺、誰とも付き合う気はないんだ。そんな、私先輩のことこんなに好きなのに、理由を教えてください。姉さんが亡くなって子供を引き取ってさ、今は恋愛とか考えられないんだ。わかりました。俺の姉は少し前に病気で他界し、5歳の娘、愛を残していった。お母さん。父親も愛が生まれてすぐに事故で他界したし、姉はもともと体が弱かったけど、無理をしすぎたのかもしれない。もっと俺がサポートしてあげてれば。愛ちゃんだけどどうする？うちは息子が大学受験前で。私は旦那が浮気して出てってそれどころじゃないわ。うちの親も年だし、どこの家庭もいきなり子供を引き取るなんて簡単にできることじゃない。でも、返事か。お母さんいなくなったの、私のせいなのかな？そんなことない。愛はいつも頑張ってたよ。でも、今日から俺が幸せにする。いっぱい笑顔になって、お母さんを安心させよう。その方がお母さんは喜んでくれるよ。ケンジ君大丈夫？まだ若いし、それに。今まで休みの日は姉の手伝いをしたこともあったので、愛ともうまくやっていけますよ。でも、もし困ったら、その時は頼ってもいいですか？もちろんよ。何かあれば協力するわ。こうして俺は姉の子供、愛の保護者となった。愛に不自由をさせたくない俺は、しばらく仕事を休んで生活基盤を整えていた。家事も頑張ってみたのだが、愛、無理しなくてもいいぞ。ちょっとしょっぱいけどこれも美味しいよ。そうだ、ご飯食べ終わったら洗濯物畳むお手伝いするね。遠慮して甘えられないのかな。やっぱり一人だと限界があるし、何か対策しないとな。愛は保育園に行ける状態じゃないが、俺もいつまでも仕事を休めない。そのため、なあ愛、これからベビーシッターさんに来てもらおうと思うんだ。私赤ちゃんじゃないよ。調べたんだけど、12歳まで頼めるらしいんだ。愛はしっかりしてるけど、家に残して俺が仕事に行けないのはわかるかな？だからシッターさんに来てもらって、俺が仕事に行ってる間、愛にはうちで勉強してもらおうと思うんだ。できる？ケンジ君が言うならわかった。よし、いい子だね。賢すぎて逆に不安だけど、この子にとって安心できる居場所を俺が作ってあげないと。それから俺は早速ベビーシッターを雇い、出社再開当日の朝、来てもらうことになったのだが。はじめまして、佐々木沙羅と申します。ってケンジ君？沙羅さん？とりあえず仕事行かないとなので、うちの子をお願いします。はい。佐々木沙羅さんは高校の時の一つ上の先輩で、俺の元カノだ。男女別れているが、同じ部活で交流が多く、夏休み直前に俺は思い切って告白し付き合うことになった。しかし、そんな関係も1年で終わりを告げることとなった。あれは沙羅さんが部活を引退し、しばらく経った時のことだ。私たち別れましょう。突然どうしたんですか？別に、ケンジ君のこと好きじゃなくなったから。嫌いってこと？そうよ。彼女に嫌われてしまっては、このまま付き合うのは難しい。そう思った俺は彼女の別れを受け入れたのだ。まさか沙羅さんがうちに来るなんて。いや、今は愛のことを考えないとだから、この際俺が気にしなければ。鈴木先輩、無理しないでくださいね。我がまさん？お姉さんが亡くなったって聞きました。辛い時は私が支えますから、お仕事を代わってあげますよ。俺の都合だから周りに迷惑かけられないよ。気持ちだけ受け取っておくね。そうですか。周りに気を使わせてるな。家庭と仕事、なんとか両立しないと。でもまずは、ただいま。なあ、ケンジ君、お帰りなさい。あれ、愛は？今は寝室でぐっすりだよ。ケンジ君が帰るまで起きてるって言ってたけど疲れてたみたい。ちなみにお昼も夜もご飯はしっかり食べてたし、他は遊んだり勉強してたよ。そうですか。実は最近食欲がなくてあまり寝れてないみたいだったので安心しました。ケンジ君、愛ちゃん思いでお父さんしてるんだね。うわ、この笑顔まるで付き合ってた時のサラさんみたいだ。ってお父さん？違います。愛は亡くなった姉の子供でショックで体調も優れなかったみたいなんです。俺に遠慮してるみたいだし、だからシッターさんにサラさんにお願いしてよかったです。そうだったんだ。確かに難しい時期だから他人の方がいいってこともあると思うし、ケンジ君も大変だったね。協力できることがあったらするからいつでも頼ってね。ありがとうございます。どういうことなんだ？サラさんは俺を嫌って別れたはずなのに、まるであの頃のサラさんを見てるみたいだ。愛もサラさんに懐いてるみたいだし、しばらく様子見ようかな。それからもサラさんは毎日うちに来て朝から晩まで愛の面倒を見てくれている。おかげで愛は以前に比べて元気になっていた。ただいまー。ケンジ君見て見て、これケンジ君とサラちゃんを描いてみたの。どれどれ。うん、上手だね。その後俺たちはご飯を食べながら話をして、愛は疲れたのか眠ってしまった。サラさん、いつも愛のことありがとうございます。うん、私は仕事だし。でもケンジ君はお仕事とか大丈夫なの？今日だって突然すみません。仕事が終わらずに休日出勤になってしまって。サラさんに来てもらうのは平日の予定だが、今日は土曜日。普段はシッターの時間の都合で定時帰りだが、会社復帰後しばらくして我がまさんに告白され、なぜか気まずくなるどころか質問が増えて、自分の仕事がなかなか進んでいない。仕事が溜まって休日出勤したのだ。私は給料増えるから大丈夫。でも休日とか。できるだけ稼ぎたいから業務委託としてやってるの。休日とか関係なく働けるし、もちろんこの仕事が好きっていうのもあるけどね。ところでさ、残業ができないの気になるなら住み込みのコースもあるけどどうかな？え？今より高くなるけど今日みたいになるなら変わらないし、残業の心配がなくなるなら安いものじゃないかな。なるほど、サラさんは営業がうまいな。もうそんなんじゃないって。ただケンジ君と愛ちゃんが心配で。サラちゃんうちに住むの？私のママになってくれるの？そういうわけじゃ。ねえ、サラちゃんママになってくれる？ケンジ君次第かな。私ママになってもいいかな。ケンジ君お願い。サラさんがママって俺は何ドキドキしてるんだ。きっとサラさんも愛に合わせてくれてるだけだろうけど。私がママだと嫌かな。いえ、お願いします。やったー。どっちなんだ。そしてこれとかかわいいよね。じゃあお揃いにしよっか。ケンジ君も一緒に3人で。そうだな。あれからサラさんには住み込みでシッターをお願いした。そして休日の今日にサラさんのものを買いにショッピングモールに来ているというわけだ。なんかデートというか家族っぽいけど、いやいや、サラさんはシッターとしてうちに来てくれてるだけなんだ。でもどうしたの？いえ、なんでも普段も家庭的でいいけど今日は休日だから私服なんだよな。そもそも高校時代とはいえ付き合ってて大好きだった人なんだ。意識するなって方が無理だろ。ねえ、あっちの方も。あ、すみません。はい、大丈夫か？すみません、うちの子が。ってわがまさん、先輩奇遇ですね。どういうことですか？恋愛はしないって言ってたのに子供連れてデートなんて。彼女はシッターでそういう関係じゃ。でも仲良さそうじゃないですか。私は用事がありますからもう行きますね。嫌な気分にさせちゃったか。でもちゃんと告白も断って筋は通してる。今は愛のことが大切なんだ。ごめんなさい、私の不注意で。大丈夫だよ。ほら、怪我はない？膝汚れちゃってるね。ありがとう。昔にもこんなことがあったな。確か高校生の頃にデートしてた時、転んで泣いてる子供にすぐ駆け寄って。昔よりも大人になって綺麗になったけど、あの時の優しさは変わらない。ただそれなら、俺を振った時のあの冷たいサラさんは一体何だったんだ？愛ちゃん、向こう見て。恋ピュアのショーやってるみたいだよ。ほんとだ。あ、でも今日はサラちゃんのためにお買い物に来たのに。私は大丈夫だよ。ケンジ君もいいかな？うん、買い物で歩き疲れたし、俺たちは休憩でもしてよっかな。この辺にいるから愛は行ってきてもいいよ。やったー！疲れちゃうなんてケンジ君もおじさんだね。愛が遠慮してるからですよ。分かってて言ってますよね。どうでしょう。それにしてもこうやって2人で話すの久しぶりだね。仕事中はプライベートの話しないし。今日は休日でしたね。サラさんのものとはいえ、うちで使うものを買いに来たわけですし。よかったんですか？うん、仕事関係なく愛ちゃんのことは好きだし、ケンジ君とこうしていられるのも楽しいからさ。サラさん、それでたまに思うんだ。あの時別れなかったら、もっと近くで2人を支えられたのかなって。え、それって。あの時はごめんね、いきなり別れるなんて言っちゃって。今の愛ちゃんを見ていて、状況はちょっと違うけど、昔のことをよく思い出しちゃうんだ。どういうことですか？実は私が高校3年生で部活を引退した後、両親が事故で亡くなって親戚に引き取られたの。え？私には高校受験前の妹もいたし、親戚はいい人だったけど、迷惑をかけたくなくて就職を選んだんだ。今の仕事は業務委託だから、休みたい時に休めて、休まなかったらその分稼げる。私にとってぴったりな仕事だったの。全然知らなかった。力になれなくてごめんなさい。隠してたから無理もないよ。あの時は私も誰かに迷惑をかけるのが嫌だったし、ケンジ君のことは好きだったけど、恋愛どころじゃなくなってたんだ。確かに愛と似てるかも。愛も俺に色々遠慮してるし。それに俺にとって愛が中心で、恋愛とか考えられなくて、わがまさんの告白断ったから、当事者のサラさんならなおさら。身勝手でごめんね。でも私はね。ケンジ君、サラちゃん、ただいま。愛、恋ピュアのショー面白かった。ってあれ、二人は何か話してたの？うん、何にも。それじゃあ買い物の続きして帰ろっか。あれからサラさんとの距離は以前よりも近くなった気がする。愛もいるため2人で話せる時間はないが、当時の真相を聞けて俺の心は軽くなっていた。ただ、はあ、いい湯だったって2人ともこんなところで寝ちゃってる。こう見るとなんだか親子みたい。いやいや、何考えてるんだ俺。起こさないようにして。ケンジ君。なあ、サラさん、愛を寝室まで連れて行こうと思って。私も寝る。抱っこして。こんなの俺の心臓が持たないって。そんなある日のこと、俺が働く会社で懇親会としてバーベキューが行われることになった。家族や友人も呼んでいいため、愛とサラさんも参加することになっていた。しかし、鈴木先輩、こんな時くらい家族じゃなくって私とも楽しみましょうよ。ほら、今日もシッターさんも来てくれてるし、他にも人はいるから我慢しないで羽伸ばせるじゃないですか。俺は愛のことが大切だから我慢なんてしてないし。やっぱり家族とかいろいろ大変でかわいそう。まだ26歳なのに、こんなんじゃ自由に恋愛もできないですよね。ケンジ君、私ってやっぱり邪魔だった？そんなことないよ。俺にとって愛は大切な家族なんだ。だから。でもいつも家族のためって仕事終わってすぐ帰るし、遊ぶ時間もないじゃないですか。ちょっといい加減にしてください。ケンジさんは愛ちゃんが大切なんです。勝手なこと言わないでください。何よ、私が告白したのに子供がいるから恋愛は考えられないって振られたのよ。この子がいなかったらなんだって言うんだ。好意は嬉しいけど、もともと君と付き合うつもりはなかったよ。仮に付き合ったとしても、そんな考えじゃ俺たちはすぐに破局してたと思う。だから俺と君とのことに愛は関係ないんだ。わがまさんにとって愛は他人だから受け入れられないのは仕方ない。でも愛は俺の大切な家族なんだ。大切な家族を軽視するような人とは付き合えない。そんな。ここまで言うとようやく理解したようだ。周りの社員の目もあっておとなしくなり、会場の隅で炭になった肉を一人で食べていた。そして、私ね、ケンジ君とサラちゃんがいるから今は寂しくないんだ。子やな。ほら、お姉ちゃんがたこ焼き焼いてるから食べる。ケンジ君って恋愛は考えてないんだ。考えてないっていうか、俺だけの気持ちじゃ決められないだけです。一番大切なのが愛だから。俺が好きで愛ともうまくできる人なら前向きに考えたいとは思ってますよ。なるほど。ケンジ君が好きかはわからないけど、愛ちゃんとうまくできる人なら一人知ってるよ。え、私愛ちゃんのママになりたいな。ケンジ君の気持ち次第だけど、本当の家族になりたい。俺は。サラちゃん本当にママになってくれるの？やったー！あい、俺はまだ何も。ケンジ君、自分の気持ちには正直になってね。ケンジ君が私を大切なように、私もケンジ君が大切なんだから。はい、本当にしっかりした子だな。でも前と違うのは、遠慮じゃなくって本心ではっきり言ってくれるようになったってことか。サラさん。はい、また二人きりでお話できますか？これからのことは。もちろん。その後、わがまさんは退職していった。他人の家庭に口を出して好き勝手言ったことで、周りからも白い目で見られて居心地が悪くなったようだ。そして俺たちは、ケンジ君、サラちゃん、おめでとう。しばらくお付き合いをした後、結婚した。今ではベビーシッターじゃなくて俺の奥さんとなって家を支えてくれている。月日は流れ、なあ愛、小学校の入学式の準備できてるか？うん、大丈夫。あ、そっか。サラさん、どうしよう。愛に嫌われたのかな。よしよし、大丈夫だよ。愛ちゃんもいろいろと大人になったんだと思うし。だといいけど。そして愛が小学校に入学する前日、大切な話があると呼び出された。話って？あのさ、パパ。え？今、パパって？実はずっと呼びたかったの。緊張して最近あんまり喋れなくてごめんね。そういうことだったのか。それにママも。私？